レフトの後方を破った。二人帰りそうです。高田スリーベースヒット、6対0になりました。ナイスバッティングでしたね。いや見事です、見事です、はい、本当にナイスバッティングですね。今シーズンこれが2本目のヒットですね。ね、高田選手はやっぱりこのバッティングが大きな課題の選手ですから、はい、まあ、守備に関してはね、本当チームで、もうトップクラスというのは一番うまいかなと言っても過言ではないぐらいの守備力を持ってますから。そうですね、